今、緊急でね、ちょっと回してるんですけども。<laughs> 言いたかっただけ。えー、なんと、先ほど、チャンネル登録者数が1000人突破しました !1000 人突破 !1000 人になりましたありがとうございますいや、マジえ、すご俺が、このチャンネルがまさかの1000人いや、ま、あ確かに、もちろんね、行くつもりではあったし、絶対行くんだっていうね、思いでやってたんですけど、いや、改めて、 この数字を目にすると、えって <laughs>。めっちゃ嬉しい。あの、本当に、皆さん、ありがとうございます。2年かかりました。いやー、まあ、長かったっちゃ長いよ。2年っていう期間は本当に長いんだけど、全力でやった2年かって言われると、まあそうじゃないし、もちろんね、1本1本の動画にはすごい力を入れてたんだけど、全体で見たらね、まだね、頑張れることだとか、 頑張ななきゃいけないけことだとだかまだね、やりたいことも全然できてないし、まあ、1000人をね、大台と捉えるか、一歩目と捉えるか、まあ、確かに、1000人ものね、方が登録してくださる、本当に一人一人にね、ありがとうございますの気持ちでいっぱいなんですけど、やっぱここで満足しちゃいけない。やっぱやるからには、もっともっとね、上目指して僕は頑張っていきたいなと思ってるので、これからね、もっといろんな動画出していったり、やりたいこととか、 めっちゃややりまます本当にこれガチいやまあ確かになんかカメさんがね教えてくれたんだけど登録者1000人って YouTube チャンネルの中でも上位13%らしいのね俺調べたサイトとかでも、まあ、13%とか、まあ、15%とかね上位10%近くの割合だとは書いてあったんだけど YouTube ってさ登録するのにチャンネルを開設しなきゃいけないからさチャンネルなんてもう数えきれないほどあるわけよ だから、その中の13%なんて、まだまだだと思うのね、俺の中で。まあ、リア友とかからね、おめでとうとか、ようやく大台乗ったね、みたいな言葉をいただいて、まあ、確かに応援してくれるのは、本当に嬉しいし、励みだし、本当に1000人、大きい数字、たくさんのね、本当に感謝の気持ちなんですけど、大台に乗るための一歩の手前だと思ってるから、まだまだね、ここで止まるつもりはないし、もっとね、 これからも、どんどんね、ゲームしたり、いろんなことしてね、動画出していこうかなとは思います。まあ一旦ね、ラジオお休みしますとか、プロスピの動画出していきますとか、まあ臨機応変にね、対応していこうかなとは思ってるんですけど、まあやりたいことはね、変わらないんで、ゲームをね、引き続きやっていきたいです。はい。まあプロスピのね、動画を見てくれてる人が多いと思うんだけど、マイクラのね、動画も、 みんなでやっていきたいので、ぜひね、マイクラとか、まあ、メンバーね、他のゲームやりたいとか言ってるメンバーもいるので、まあ、どんなゲームやりたいかわかんないんですけど、他のゲームね、見たい人もぜひ、引き続き、お待ちください。よろしくお願いします。いや、でも、改めて見ると、でも、すごいよね、1000人って、本当に。僕がね、昔、あのー、高校生の時とかに、ふざけてやってたチャンネルなんかは、100人もいかず、みたいな。 懐かしいそん,こんなねガチでまあやってなかったからっていうのもあるんだけど1000人かすご本当にいつもねコメントしてくれたりとかツイッターねいいねをしてくれたりとかマジで本当にね嬉しい俺の動画でに反応くれる人がいるんだって本当にね楽しいここまでゲーム楽しく いろんな人に共有ででできてるのはねマジで嬉しいいすありがとうございますま今ねあのメンバーの中でもこういうことやった方がいいんじゃないかとかメンバーの中でもねチャンネルをね大きくするんなら、まあ、こういうことをやった方がいいだとかこういうことやるとかいろいろね考えてはいるのでもっともっとね成長していく姿をお見せできればいいなとは思いますまあ頑張るって話はね昨年末のラジオからずっと言ってたんだけど 俺的にもね、時代的にもさ、根性論は良くないっていう話がまああるじゃん。俺はもうさ、小学校の頃野球やってたんだけど、なんか、もう泣くな、歯食い縛れ、みたいな。休まず走れ、バット振れ、みたいな。いやまあ確かに、いや小学生でさ、そんなスパルタ練習耐えれるわけないじゃん。そういうなんかまあ経験というかトラウマ的なので、なんかもう、がむしゃらにっていうのはね、そんなに好きじゃなかった。うん。ぶっちゃけ 野球やりたいと思ってなかったんだよね。うん。まあもともと僕のね、父が野球やってて、で、兄もそれは影響というか、勧められて、父に勧められて野球入って、で、まあ兄もやってるからって感じで僕もね、入って、まあ仕方なくやってた部分があった。だから当時はマジで根性論最悪みたいな、大嫌い。だけど、まあそれは。 まあ野球っていうのに、自ら興味持ってなかったからなんだよね。でも、やっぱ、甲子園行きたいです。プロ野球選手になりたいですっていう人は、もうさ、野球もちろん好きだし、めちゃめちゃ練習すると思うのね。それはもちろん夢があるからよ。野球で活躍したいっていう。俺の中で、チャンネルを伸ばしたいっていう目標があるから、やっぱね、目標あるんだったら、根性論ね、大事だと思う。いや根性論ってい言い方でやってんのかななんかね、やる気やる気見せるの大事だと思う。本当に。 何もやらなないいで夢って叶うわけないよ本当に僕もまあ受験だとかさまあいろいろさまあ失敗っていうのもね経験はしてきたんだけどまあそれってまあ確かになりたい自分像はあったけど真面目に勉強とか取り組んでなかった結果なんだよねうんそうだからやっぱね家庭大事そう家庭がないのに成果が出るわけないんですよ僕の中ではねそうだから僕はねもっと 全力出したいいと思いますなんか、忙しいアピールだとか、なんか辛いアピールは良くないみたいな、僕自身もあんま見たくない。うん。見せたくないし、見たくないんだけど、さすがにちょっとやる気あるぞっていうところは、お見せしたいと思います。やっぱさ、なんか、やる気ある人って応援したくなるじゃん。何か頑張ってる人って応援したくなるじゃん。勝手に。なんで、まあ、とにかく頑張ります。もっともっとね、夢があるから。うん。 夢があるんだったら頑張りたいと僕は思いますまあ失敗というか夢が叶わなかったっていう経験がある僕的には夢があるくせにね何もやんないやつは本当に大っ嫌いなんでやっぱなりたい自分があるんならそれ相応の行動あるんじゃないかなと思っておりますただやめるっていう選択肢もあるそう いや、僕はもちろん続けるよ、このチャンネルは。うん、今すぐ辞めるとかじゃないし、続けていくんだけど、やめるっていう選択肢。例えばこの前のラジオだとか、まあ、水死ぬのね、あの、マイクラのとあるシリーズ企画だとか、やめるっていう選択肢もね、大事だと思う。続けていくことがね、悪、悪いっていうね、場合もあるから、まあ、それはね、自分で考えて、どうするべきかっていうのはね、まあ、ちゃんと考えてね、やっていこうとは思うんですけど、まあ、辞めるっていうね、選択肢。 もうちゃんとね、考えてはいます。うん。そういうのもね、大事。まあ、10人でね、活動してるグループなんですけど、メンバー、これ聞いてますか聞いてくれてるメンバーいますかいるかないなかったら俺悲しいよ。ちょっと確認していいメンバー、これ聞いたメンバーいたら、ちょっと、俺に LINE ちょうだい聞いてよ、みたいな。うん。ごめんね、業務連絡。聞いた人、連絡お願いします。あ、これ他のメンバー言わないで、ね。ナイスピーチ。 なんか、ラジオ聞けって言ってるよみたいな。言わないで。うん。秘密にしといて。うん。今までさ、まあ、ぶっちゃけ、まあ、全部ね、僕が編集して、動画出してみたいな。まあ、事実じゃん。去年は、ま、あみんなね、動画には出てくれたけど、ほぼほぼ僕のワンマン運転みたいなとこがあったから、もっとみんなでやっていこうぜ。俺みんなでやりて。ごめん、勝手にね、俺がね、自己満で始めた YouTube チャンネルなんだけど、 ここまで来たらさ、一緒に楽しもう、マジで。まあ、ちょっとね、ここからはメンバーに向けてになるのかな。うん。えー、みんなね、地元で出会って、もう、何年も経つね。で、YouTube 始めて2、2年目 ?2 年目 ?3 年目に入るのか。YouTube 始めてね、3年目になって、ようやくね、1000人、一応、区切りついて。 まあみんなね、いろいろ、俺に対してだとか、みんな自身のね、まあ、将来のこととか、いろいろ、まあ、考えたり、悩んだりね、思いはそれぞれあると思うけど、まずは、一緒にやってきてくれてありがとう。マジで、楽しかったし、楽しい、うん。俺は、もっとね、みんなと、楽しくね、過ごしたいなって思ってるから、まあ、これはね、この前、さらっと、 メンバーに向けてとしてお話はしたことがあるんだけどまあ僕はね地元でみんなと出会えたというかみんながいてくれたからね今日まで来られた部分がマジで大きすぎるうんみんながいてくれたおかげあの本当に感謝しかないですありがとうもしもしねこれからも俺と一緒に YouTube やるよって一緒にゲーム楽しもう一緒にやろう遊ぼうおしゃべりしようって 思ってくれたらちょっと LINE 送ってほしいです。今まではね僕の自己満に付き合ってもらってた形にはなるんだけどこれからはちょっとみんなでやりたいっていうのも俺の自己満だな。うん、まあここでね僕の思い気持ち考えは伝えたからちょっとね今度はみんなの気持ち聞きたいのでちょっとねまあ電話でもいいしメッセージでもいいし教えてほしい。 送って後で、うん。よろしく。あこれ、他のメンバーに言わないでね。内緒しなしょ。聞いてくれた人だけ送ってね。うん。え、以上、業務連絡でした。視聴者の皆様、本当にありがとうございます。もう、これずっと言ってんだけど、ま、ゲームやるよとか、ま、ゲームするよ、うん。編集だとか、もう、楽しくね、やってるだけなんですけど、やっぱやるからにはね、本気出したいというか、やっぱガッツあるプレイ見せたいので、ちょっとだけでもね。 動画覗いてってっくれたら嬉しいですえー、ほんとにね、1000人ありがとうございます。そして、これからも、ナイスピーチの、このグループで、キコんよろしくお願いします。また、1000人記念のね、みんなでおしゃべりする動画は、撮りたい。撮れるかなさすがにちょっとね、10人集めるのは、無理。うん、ちょっと厳しい。<laughs> 10人集めるのはね、難しいんだけど。まぁ、あ、ちょっとね、改めて、みんなでお話しする動画とか、撮りたいなと思っております。お楽しみに。 楽しみにしてくれてるかな、みんな。うん。他のメンバーのこと知らないよっていう人ね、多いと思うんだけど、もっとね、知りたいなと思ったら、あの、マイクラ動画、あと、その他 SNS、飛んで、コメントしてあげると、他のメンバーもね、全然答えてくれると思うんで、あと、まあ、ラジオも、もともと、他のメンバーがやってたから、再開してくれるんじゃないかな、知りたいと思ったらね、ぜひぜひ、コメントしてくれると、他のメンバーのこといっぱい知れるよっていう。 ラジオでございました。ラジオなのか、緊急でおしゃべりした動画でした。とりあえず、次の動画は何が出るかなマイクラだね。多分、うん。マイクラ。マイクラ出ます。プロスピの動画もいっぱい出ます。他のゲームもね、今、撮ったりだとか、やりたいって言ってるメンバーいるので、これからも、楽しい動画、作るよ。ありがとう。よろしく。ナイスピーチでした。